眠い。さあ、ということで今回もやってまいりましょう。どうもララでございます。ということで今回もスマホ版にゃんこ大戦争ほんわかの方でやっていこうかなとかちょっと言えなかったんだけど、めっちゃ顎がいるんちょっとということで今回もスマホ版にゃんこ大戦争ほんわかの方でやっていこうかなと思います。ちょっと本日も大絶賛深夜に収録してるんでね、ちょっとすごいさっきね、もう顎が緩んでね、もう自分でも何喋ったかちょっとわかんないんですけども、まあこんな状態でやっていこうかなと思います。もうダメだね。で、とりあえず今回の動画なんですけど、こちらでございます。つい先日ですね、アップデートの方が来たわけなんですけども、その時にですね、追加された新ステージ、今回はこちらのステージの方に挑戦していこうかなと思います。まあどこまで進められるかわからないんですけども、まあとりあえずね、いけるところまで頑張っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあとりあえずやっていきましょうか。睡魔と戦いながらやっていこうかなと思うんですけど、どうだろうね。なんか心的きそうな感じもしますけどもね。まず一つ目でございます。自由への上陸地でございます。果たして自由を得ることができるのか、わからないよ。で、どうしようか。編成に関しては何も考えてないんだよね。全く何も考えてないんで、とりあえずいつも使ってる編成がないな。どうしよう。ちょっと戻ろうか。一旦戻って何かのステージで多分さ、なんかいい編成があればそれをコピろうと思うんですけど、いや絶妙だな。いいじゃんいいじゃん、これでいいや。この編成をちょっとコピりましょうか。よし、じゃあとりあえずいっか。この編成で一旦やってみましょう。まずは様子見でございます。何で来るかわからないんでね。じゃあ早速参りましょう。自由。あ首がさあと、おっと待って BGM がおあくびしてる場合じゃないよ。いいですね。でこっからはなんかいる。何これ、この老いぼれワンコがいるぞ。来た、まさかのここであれか、賢者。やっぱ当たったわ。なんか出るんじゃないのかなとか思ったんですけどね。あれ強くない？めっちゃ強くない？しかもさ、動き止めてるよね。うわ、一定確率で止めるやつか。うわマジか。うわ結構強いぞ。うわダディ来た。あーなるほどね。超賢者来たか。でもまあ大丈夫そうじゃないかな。多分大丈夫でしょこれは。だったらさ、ソクラティスとさちょっと戦わせたいね。せっかくだからね。意外とどうだろうね。さあダディをとりあえず倒しておきたいところ。でもこれ以上出てこないかな。なんか出てこなさ。いや来たわ。まだ来るんですね。ちょっと図鑑見てみたいね。名前なんでしょうね。何ワンコなんだろう。予想ができませんけども。まあいいや。よし。オッケー。いや、まだ行かないんかい。もう、そろそろ行け。そろそろ行け。なかなか耐えるな。ニャンマの攻撃を。やるねー。じゃあ、とりあえずいいや。こっからはスピードアップオンにして、で、またニャンマを生産して、そんでもってよっちゃんがなぜか、あれですね、再び登場しましたけども、ちょっともうこれがなかなか邪魔だな。この賢者ワンコめっちゃ邪魔なんだけど。よし OK。 そのまでダディそろそろ行くでしょ。まだ行かない？嘘。いたか。いた。よし、これで大丈夫じゃないですかね。なんか定期便で来るねこのワンコ。すげえ頑丈、めちゃくちゃ頑丈なんだけど、こいつどうなの？レッパーは食らうのかな？食らいますね。よし、オッケー、大丈夫そうですね。よし、一つ目に関しては全然大丈夫だったね。じゃあちょっと図鑑見ていきましょうか。ちょっとお名前を、見ていこうかなと思います。よし、まずは一つ目はクリアでございます。はい。さあ、図鑑の方見ていきましょうか。なんだろうね、何ワンコなんでしょうか。じゃあ行きましょう。はい、ということで、名犬。なるほど。名犬ワンコが、そう来るか。なるほどね。アンパンマンのは名犬バターだったよね、あれね。違う、名犬チーズだよ。バター。ーってバタコと混ざったわ。まあ、漢字は違うんですけど、こっちは、名高い賢者かな、わかりませんけどもね、ワンコということで、じゃあちょっと下のテキスト読んでいきましょうか。雑誌の最後に載っていた奇跡のお守りを肌身離さず身につけている浪人生ワンコ。お前浪人生なんかよ。お守りパワーで試験問題の裏の裏まで読みすぎてしまい、今年も浪人が確定。あれちょっと待って、なんかさ、浪人のさ敵キャラクターなんかいなかったっけ？なんか多くない敵キャラクターで。なんかさ、浪人キャラいたよね。あれなんだ、いや、こいつか？あ、アンガブルか。なんか他にもいた気がするけど、なんかみんな大変だな。まあ、いいや。ということで、じゃあとりあえず再びですね、続きのステージやっていきましょうか。あともう1ステージぐらいはやっときたいな。うん。ということで、何これ？大いなる小さき一歩でございますね。じゃあどうしようか。編成は、でもこっからもしかしたら賢者がさ、なんか出てきそうな感じもするよね。ソクラティス使うか、せっかくだからね。結局あれから全然使ってないんで、ああそうだよ、結局さ、いっぱい出そうと思ったけどさ、その動画も撮れてないんだよな。それもやらなきゃね。ソクラティスですね、39レベルで止まっておりますけれども、じゃあいっか。じゃあどうしようか、どこに突っ込むかな、悩むな。じゃあいいか、ボンボン猫のところでいいか、一旦これでいきましょうか。はい。まあ出番来るか分かんないけど、まあやってみましょう。さあ、2つ目でございます。どうだろう、一発クリアできるかな。まあできなかったらね、また次回、やろうかなと思います。全然違うじゃん。全然違うじゃん。もう何？もうあれで終わりなのかな。もう今度は悪魔ソウルじゃねえかよ。おい、嘘でしょもう。何のために、あ、来た。来た。あ、よかったよかった。よし、これ、よかった。さっきのステージでもう出てこなかったら、さすがにちょっとショックでございますけどもね。でも言うてまだなんかソクラティスの出番来ないよね、これね。なんか絶妙だよね。このさ、光が絶妙なんだよね。あ、オッケー潜っといて。潜って、今のうちなんだけど、これ、どうしようか。これさ、どうしよう。ちょっとソクラティスの座出すタイミングがさ、全くさ、これどうしよう。出して、あ、じゃあいいか、もうここで出そうか。いや、なんか、あ、そうか、召喚出せるんか。どうしようか。未だにさ、召喚の使い道が分かんないけど、まあ、これ出してみましょうか。いけたわ。うん。まあ、そういうことですね。はい。ダメだわ。全然ダメだわ。よし、オッケー。とりあえず、シールド割ろうか。ミッドナイト中井来たー。なるほどね。いやー、やめろ。動き止めないで。こっか、うわー、ちょっと待って。ニャンマーがいないとすごい怖いんだよな。いやー、ダメか。もう、これ、ちょっと待って。このステージちょっと怪しいゲーじゃないこれ。どうだろうな。せめてさ、ちょっと熱波でお掃除したいんですけど、ダメですか。あ、ソクラティス頑張れ。ダメか。はい。これどうしよう。絶妙だよね。なんとも絶妙なんだよ。いやー、とりあえずラーメン生産することしかできないよ、これ。一旦とりあえずさ、4000、でもダメだよな。光の攻撃もろに食らっちゃうね、これね。いやー、でも念のため一応キャスを出しておきたい。よし、オッケー。ちょ、攻撃まだやめて。よし、とりあえず一発連覇ぶちかまして、よし。これでだいぶちょっと変わったりしないかな。いいぞ。これなんだよな、こっからなんだよな。こっからちょっと悪魔のこれさ、パオンがさビクともしないんだけど、こいつやべえな。あ、やっといったけど、さらにもう一体大打ちできたんだよね。光が倒れないか。マジか。これちょっと怪しくなってきたぞ。なかなかちょっと絶妙に。いやー、どうしよう。このクニオくんが勝利の一歩に近づけるかな、わからないけれども。でもそろそろ倒れると思うんだよね。そろそろ光が倒れてもいい頃合いなんだけど、あ、お、いた。よし、オッケー。あとはこの悪魔パオンでございますね。こいつのさ、耐久が半端ないんだよ、マジで。あー、名犬来た。名犬来たぞ。こいつはなんか名前は覚えられるね。あ、大丈夫だね。なんだ、よし、オッケー。なんとか行きましたね。よかった。ソクラティスの出番もね、デッキ作れてよかったのかなと思います。あー、なんで俺召喚した？もう意味ないわ。もう、まあ、いや、もう何も出てこないでしょ、ここからは。大丈夫かな。じゃあとりあえず残りステージはまた次回ですね、またちまちまやろうかなと思います。あとそうサブアカの方でさそうそうミーナ戦もまだ控えてるからそっちもやらないといけないんですけども、まあいいや、その辺はまた状況を決めてやっていければなと思います。それなんか前回も言ったな、まあいいや、ということでこれぐらいしたいと思います。ちょっと睡魔がいい感じで来ております。はい、ということで、まあ、次回はですね、ビッグバーガーガーデンでございますね。ちょっと美味しそうな名前でございますけども。まあいいや、ということで、次回続く。